はい、こんばんは。小6英語でございましたね。はい、ということで今日はね、何やったかっていうと、否定文の作り方ということでですね、否定文を作ってきたんです。今まで例えば This is a pen ね、これはペンですね、なんていうのを書いてきました。はい、でこれをね、否定文と言いまして、ではありませんっていう表現にしたいんです。例えばこれはペンではありませんなんていう風にしたいとき、さあどうするのっていうのが今日の話題でございました。まあ結論から申し上げますとですね、まあ結構ね、まあ、簡単でですね、はい、このね、イスっていうところがありました。はい、このイスっていうところをイーズンとね、イズンとなんていう風に置き換えてあげればいいんですよね。はいね、ですので This is a pen だったらこれはペンです。これが This isn't a pen だったらこれはペンではありませんという風になったね。はい、ですから is を isn't に変えてください。それだけです。簡単ですね。はい、ですのでどうでしょう、ちょっと読んでみましょう。まず This is a pen。 はい、せーので、 This is a pen。 はい、そしてその次 This isn't a pen。 はい、せーの、 This isn't a pen。 はい、その通りでございましたね。ざっとなったって一緒ですよ。とにかく is を isn't にして、はい、じゃあそこで今日の基本例文、はい、こんな4文が出てました。This isn't a watch。 早速この isn't、ね、ここで、よいしょ、これでね、否定文が作られてましたですね。はい、ですからこれは、はい、isn't だからではないんです。はい、watch、 watch ってのは腕時計ね、腕時計のことですね。腕時計ね、腕時計ね。はい、ということでこれは腕時計ではありません。で、その後 it is a clock。 it is っていうのも前回やりましたよね。 this がこれ、that があれ、it はそれでした。はい、ですから it is なんとかね、それは何々ですね、何々ですね、なんていう風に書いてね、それは何々です。はい、だからそれは a clock。 clock ってのはですね、今度は置き時計だね。腕時計に対してですね、置き時計ですね、置き時計。だからこう腕時計じゃねえのは大体こう置き時計って、まあこういうね、これですね、こういう時計もね、置き時計、まあまあ置けねえけどね、そう置き時計とね、いうふうに言っていくわけですよね。はい、ということで、だから腕時計じゃなきゃ置き時計だね、ロックだと思ってもらえればいいんですがね、これは腕時計ではありません。それは置き時計ですね。ほら、誰が見てもそうは思いそうですけどね。まあそんな例文が出てました。はい、そして Is it your clock? まあ、It is の疑問文ですね。はい、ですからそれは何々ですか。まあ、だからこれは前回のお話ですな。はい、それはあなたの置き時計ですか、聞いたんです。そしたら Yes! はい、ね、まあ、本来っていうのも変だけど、ね、答えとしては Yes で It is なんていう風に書かれますね。まあ、この It is はちょっと省略されて、ただただ Yes だけで止まっちゃってますね。ですから改めてまた文章 It is my clock なんていう風に続いてます。だからはい、簡単に答えちゃって、はい、It is ですから、それは何々です。はい、It is my clock。それは私の時計です。ね、まあ、これは置き時計です。ということだったね。ということでございました。はい、それなんで、まあ、とにかくですね、まあ、isn't、is の部分を isn't に変えていこうというのが、まあ、今日の話題で否定文を作ってきたということですね。だから、this is a pen とかで、まあ、書いてきた。はい、そして、isn't を使った否定文、そして、疑問文、ね、ということで、3つの種類を、はい、書くことができましたね、ということで、した。はい、といったところでよろしいかなっていうことが、まあ、本日の内容でございました。まあ、どうぞ復習してみてくださいませ。はい、バイバイ。